さあ、本日もね、質問シリーズ、やっていきたいと思います。皆さんちょっと申し訳ないんですが、今日は相方が、お仕事でいないので、ちょっと今日僕だけで、検証していきます。最近ですね、この建物とかこの部屋について、質問を重ねていまして、いろんなことが分かっているんですけど、今日はもう一つね、この建物でちょっと気になる部分といいますか、盛り塩がある部屋があるんですね。それについてちょっと聞いてみたいと思います。盛り塩の部屋について何か知っていますか？こちらですね。行ったことない、特に何もない、入れない、怖い、わからない、今回はこの5択で聞いてみまして、また新たな真実といいますか、そこを探ってみたいと思います。ではセッティングします。さあ、セッティング完了しましたね。では今回の質問は、盛塩の部屋について何か知っていますか？上から、行ったことない、入れない、怖い、特に何もない、わからないっていう、今回は5択で、やっております。またいつものようにですね、奥が明治の方、手前が昭和の方、という感じで、風船を分けております。ではまた留守中に、検証していきたいと思いますので、出かけていきます。では、行ってきます。死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は娘ないんって言われてしまいんですよ。もう人生の集大成ですよ。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいの。何俺？俺だってもうハゲてきてるよ俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然ウケねえじゃねえか。